2021年5月22日です。もうそろそろっていうか、もうすでに今年は早いから梅雨に入ってるんですけども、昨日も雨が降っていて、年内少し湿っぽいです。で、この季節になるとですね、山帽子が見頃になります。綺麗に咲いているとはなかなかこう実は言い難いところがあるんですけども、山帽子は葉っぱより上に花を咲かせるんで、木が大きくなっちゃうと下から見てもなかなか見えません。上を向いて咲いています。とはいえこの花びらのように見える白い部分は、実はハンカチの木の時にも出てきた双方編です。双方です。双方っていうのは、言ってみれば花の集まりの下につく葉っぱのことです。だからどっちかというと葉なんですよね。で、以前に写した、画像があるはずなんで、それが、出してくれてると思いますけども、花が、っていうか、双方が開き始めの時は緑色してます。で、だんだん白くなります。で、白くなりきったところで、実は本当の花、本当の花は真ん中のこのぼんぼりのようなところです。で、よく見ると緑色の花びらの小さな花がたくさん集まって咲いています。ここがだから花序、花の集まりになる。で、これ受粉すると秋には丸くて赤い実になります。果実になります。で、その果実っていうのは甘いので、鳥なんかもやってきて食べるんですけども、人間が食べても甘い。で、こういうふうに、本来の花びら以外のものが、昆虫が花粉を運んでるわけですけども、昆虫の看板になっている。昆虫を呼び寄せるようになるものっていうのは、実はたくさんあるんですね。ゴールデンウィークの頃に見頃を迎えたハンカチの木もそうです。で、この、山帽子、それから、山帽子によく似ている花水木なんかも、そういう花を咲かせます。